どうもメリッサです。今回はスピ解放山岡大輔選手を使ってリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。2019年シリーズ2侍ジャパンの山岡選手をスピ解放して使ってるわけなんですが、最近はねオリックス純正だけではなく12球団のリアルタイム対戦でもよく使っております。一周回って強いと言いますかね、この山岡選手最近のリアタイで配球がぶっ刺さりますので、その配球術だったり理由なんかを話しながらリアタイやっていければいいなと思っております。僕の持ってる山岡選手の能力確認しておきますと、9位はね称号で A 乗っております。今の山岡選手もね9位スタミナ高いんですけど、まあまあステータスはね結構いいんじゃないかなと思います。で球種の方を見ていきますと、縦スライダーに、スラーブ、カットボール、ストレート、シンキング、サークルチェンジ、まあ、表の球種はね、今の山岡選手とそんな変わんないと思うんですけど、今と違ってナックルカーブではなくドロップカーブを、持ってるんですよね。まあ、これもねスピ解放してる理由でございます。で中継ぎ適性も S あるんですよね。この侍ジャパンの山岡選手は日本代表で中継ぎをやったということもあって、この中継ぎ適性がついてる、これがねリアタイにおいて結構大きいんじゃないかなと思ってスピ解放をね進めております。深いところはねリアルタイム対戦やりながら話していきたいと思うんですけど、この山岡選手ワンチャン2体持ちしなきゃいけないんですよね。いや今の山岡選手先発適正しかないんだから、この山岡選手先発使えばええやんと思った方もいるかもしんないんですけど、ちょっとね球種変更がね、2022年シリーズ1でなされたので、いやこれはね意外だった、そのとこもね、2022年山岡選手をなぜ2体持ちしようとしてるのかなど、まあ、その理由もねちょっとね、試合の中で話していきたいと思います。とりあえず今日はねオリックス純正で先発山岡選手の試合をね、数試合お届けしたいと思ってますので、動画の方を最後までよろしくお願いします。それでは試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。まあ、この動画ではね山岡選手の強い配球だったり、なぜスピ解放したのか、あとはね2022年山岡選手が結構強いんじゃないかと、そんなね3点に絞ってね動画の方やっていきたいと思います。でまず2022年の山岡選手ですよ、なんと変化球にですね超高速シンカーが追加されてたんですよね。これはねびっくりしました。確か2018年シリーズ1以来の復活となった、超高速シンカーなんですけど、この球種ねリアルタイム対戦の大会では結構強いんですよね。大会は超高速フェードで変化球の速度がアップするルールなんですけど、そこで結構使える球種なんですよ。 OK 立ちすらナイス。まあ、超高速シンカーを持ってるピッチャーといえばオリックスの金子千尋選手が思い浮かぶと思うんですけど、めっちゃ使うんですよね大会で。金子千尋選手の超高速シンカーめちゃくちゃ速いんですよ。なんかストレートよりね速く感じるぐらい、そんぐらい強い球種となっておりますので、いやーナイスピッチすぎる。離す間も与えない山岡選手最高すぎる。なのでねもし超高速シンカーを使いたいというのであれば2体持ちするしかないんですよね。もちろんね2022年、山岡選手中継ぎ適性はないんですけど、ワンチャンシリーズ2で復活とかありえますし、超高速シンカーがめちゃくちゃ強えってなったら、2体持ちして最新の、山岡選手を使う手もあるんですけど、まあそれはね当たってから考えたいなと思ってます。まあ、僕はねあのナックルカーブよりドロップカーブの方が強いと思ってる派なんで、継承っていうかね2体持ちはしてもね多分この侍ジャパンの山岡選手使うと思うんですけど、 OK 一郎さん、いやー飛ばないか、風かな、風かな今のは。まあ最新のね山岡選手には超高速進化がついてるよというのを頭に一つね入れといてもらえればいいかなと思います。まあ、ナックルカーブとドロップカーブどっちが強いかと言われたら、まあ、ナックルカーブよりドロップカーブの方が強いんですけど、まあ、中継ぎ適性も復活しそうですしね、ちょっとスピ解放したのがワンチャン無駄になるんじゃないかなと思ってちょっとビクビクしてるんですけど、まあ、今のところはねスピ解放して正解だったんじゃないかなと思ってます。中継ぎできんのがね結構でかすぎるね。よし、 OK、 ナイスバッティング。さあ糸井さん広角ラインドライブナイス。よし、 OK、 ナイスバッティングで、前回の大会ですね、北海道東北大会かな、スピちゃんの予選だったんですけど、山岡選手結構使ったんですよね。なんか1年ここ1年ぐらい山岡選手そんな使ってなかったんですよ。多分ねいろんな猛者の方もそうだと思うんですけど、山岡選手なんか最近打たれるなみたいな、ここ1年間はそういう風潮があったんですけど、
なんかね、一周回って強いんですよ。やっぱ、山岡選手ってめちゃくちゃ独特なピッチャーなんで、縦スラドロップカーブっていうね、超独特なピッチャーなんで、慣れてないとやっぱ打てないんですよね。しかも唯一無二の組み合わせなんで、超高速フェイトだとね、縦スラめっちゃ速く感じますしね。ラオ、オッケーナイスバッティング、やばちょ、コールドしちゃう、ちょっと待って。あんまさ、山岡選手のピッチング見せれてなくない？ちょ、これ、ローテーション回すのめんどいて。あ、超えないかも。あ、調子乗りました。いや、オリックス純正、適当じゃないけど、喋りながらやっても、4点も取れる。最高です。もう黙ってても勝てる。黙ってても喋ってても勝てる。だからスピチャン始まる前、モサの中では結構話題になってたんですよね。山岡強くねみたいな。だから、久しぶりにやると打てなくねみたいな。うわぁ、ナイスキャッチ。なのでね、今の対戦相手の方も思ってると思う。うん、あれ、山岡久しぶりやな。あれ、意外と強くねみたいな。こんな強かったっけみたいな現象が結構起こってるんですよ。普通のツーシームスプリットのピッチャーだったら、まあ、こんな感じかなーって。マー君とかダルビッシュさんと同じだから、まあ、感覚で打てると思うんですけど、山岡選手って、感覚じゃ打てないんですよね。縦スラの変化量を把握してなきゃいけないし、ドロップカーブとの見極めも結構難しいですしね。はい、ナイスボー。僕はもうドロップカーブと縦スラ以外の無駄な球はなるべく投げないようにしてますね。ナイスピッチング。割とね、無駄な球種投げると打たれるってのがこの山岡選手の印象ですね。もう本当に、ストレート、縦スラ、ドロップカーブ、この3つだけでいいんじゃないかなって思ってます。はい。よし、オッケー、ピッチャーゴロ、完璧すぎない。対戦ありがとうございました。2試合目入りたいと思います。さあ、2試合目のをやっていきたいと思います。オッケー、イチローさん特殊能力発動を。さあ、理論上最強打線、オリックス打線で、ある程度はね、点取っていきたいと思います。いやー、スムーズにね、試合が進みすぎて、動画の時間が短くなってしまうかもしれない。うん。僕的に、自分なりの、なんか動画の理想的な長さって、まあ、12分ぐらいかなーって思ってるんですけど、皆さんどうですか？はい、イチローさんナイスこれが高弾道イチローさんよ。うん。特能発動したら普通にホームラン打てる。そう、12分ぐらいのね、動画の尺が理想かなーって思ってるんですけど、皆さん、プロスピの動画の、は何分ぐらいがいいですかね。主流なのは10分ぐらいの動画かなーって思うんですけど、オッケー、ナイスバッティング。ボール球ヒット素晴らしい。強制しちゃったらこれ、もう一ローテ回さなきゃダメだな。まあ、オリックス打線もね、強いよーっていうね、まあ、サブミッションというか、サブタイトルと言いますか。うわっ！ファーストライナーゲッツー頭よぎったわ。で、ラオが強いと。ミート89、パワー99ね。よし、オッケー、ナイスバッティング。簡単、簡単。で、山岡選手がね、一周回って強いよという話なんですけど、山岡選手、ここ1年間あんま見なかったんですよね。大会でもランク戦でも。リアタイ初期から、まあ、2年前、1年半前ぐらいは、先発ローテーションに山岡選手入れてた人いっぱいいたんですけど、だんだんね、慣れてきて使われなくなったんですよ。だけど、一周回ってね、前回大会、スピちゃんもね、前もって何日に開催されますよって予告された中で、大会前ね、ルーム戦やる中で、あれなんか、山岡強くねみたいになって、結構早く気づいたんですよね。けど、周りの猛者も全員気づいてた。うん、全員気づいてた。まあ、マー君とかね、もう相変わらず強かったんですけど、それ以上になんか山岡さん一周回って強くねみたいな。リアタイって結構一周回ったりするんですよね。オッケー、紅林選手ナイス攻撃の方。まあ、ツースプとかね、ニッシュスライダーとかは結構周りのね、選手も持ってるから、まあ、慣れてるとこであるんですけど、やっぱ縦スラとドロップカーブって慣れないじゃないですか。久しぶりにやると縦スラにめっちゃ詰まるんですよね。僕も山岡選手相手ピッチャーできたら結構嫌だったんで、まあそういうことかなと、うん、思いますね。オッケー、広角の力あれこれ8点取っちゃう。オッケー、一郎さん、一郎さんの2打席連続ホームランとか見れた日にはよ、うん、これヒット打って盗塁しよう。あー、
くぞー。さあ、この試合では山岡選手の配球術というのも話していけたらいいなと思います。まあ、普通によく投げるのはここの縦スラですよね。まあ、左バッターはね、ここの縦スラ投げておけば、まあ、事故はね、たまにあるんですけど、事故ホームランはたまにあるんですけど、まあ、連打はなかなか食らいづらいんじゃないかなと思います。やっぱここの縦スラですよね。ベストピッチ決めてあげれば、かなり被打率は低い。ここからでもいいんですけど、まあ、このラインですね、とにかく。このラインの縦スラ投げてあげれば、被打率は結構低めに抑えられるんじゃないかなと思います。でドロップカーブは結構、大胆に行くときはここから投げたりしてましたね。ここ投げてくれると、投げるとファーストフライだったり、セカンドフライ量産できます。で、相手ドロップカーブ狙ってるっぽいんで、もう縦スラ、刺してあげます。はい。もうドロップカーブ完全狙ってますね。はい、このナイス。配球通り、注文通りですね。で、これも結構奇抜な配球なんですけど、ドロップカーブを、とにかく高めのボール球、あるいは、ストライクキワキワに続けてあげる。この配球も結構強いと思います。はい。ここで、ドロップカーブ、相手、ドロップカーブに目鳴らしといて、縦スラ刺してあげると、縦スラめちゃくちゃ速く感じるんですよ。多分これ相手縦スラ来るの分かってても、絶対ゴロ転がすんですよ。ほら、こうなるでしょ？ね？今もうほぼバットに当たってないもんね。いやー、フルカウントから迷うなー。まあ、迷ったらもう、ストライクからストライクの大胆な縦スラとかで、ね、投げてあげると。おー、そう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 。どこに曲がるか分かんないというかね。うん。どっから曲がるのかなみたいな。まあ、右バッターの配球も、ああ、もう結構難しいんですけど、まあ、ストレートは投げるとしたらこの辺かな。まあ、あんまストライクには投げないですけどね。オッケーナイスボール。で、縦スラはもう本当にインコースビタですね。これが一番打ちにくいと思います。オッケーナイスピッチ。ってことで、山岡選手の強さ、まあまあね、発揮できたんじゃないかなと思います。今後はね、オリックス純正での生放送もやりたいなと思ってますので、ぜひともチャンネル登録、高評価の方で次の動画もお待ちいただけると嬉しい限りでございます。ってことで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ！